こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、片手のロール、デニス・チェンバースがやってたりするんですけど、片手で、テコというか、ここのリムを使うことによって、連打をすることができるんですね。ちょっとうるさいね、これ止める。これ結構簡単で、大事なのは、普通のバランスポイント3分の1のとこ持ったときに、持つときにね、ギュッて持ってあげるということね。ギュッて固めてあげるということ。で、それで、これをやるときには、リムショットギリギリにここを持ってきて、こうね、こう持ってきて、で、平行に縦に揺する。こういうふうにしてあげる。これだと、結構ね、テンポにちゃんと、ボサノバとか、サンバとか、ターンツ、タカ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 。これ完全にこのインテンポでちゃんとコントロールできるんで。これがね、デニス・チェンバースはもう最終的にはこのリム必要なくて、このうまくここの上下でいけるっていう話をしてたんですけど、それはもう想像もつかないんですけど、ここに関してはそんなに難しくないです。ポイントはとにかくこのグリップしてるところをとにかくリムの際まで持っていくこと。そうすると、左手でいけたら、多分、タンタントン。だからね、結構グリップ力がいるんですよ。だから、コントロールするには、やっぱ右手じゃないと僕できてなくて。こうやって当てといて、こう、弾くときにまた当たる。仕組みはこれなんですね。こう当たって、こう同時に当たるでしょ。だから最初は、先が当たるように平行で、だからこういう風に行くとうまくいかなくて、こう押さえつける感じにすると、左手だと本当にタム移動をやったサンバをかなりの高速でできるから、ねえ、まあ、一人でやらずに二人でやればいい話なんですけど、ドラマそうじゃないですか。左足のクラーベにしたって、別にクラーベの奏者を一人雇えば済む話なんですけど、自分でやりたいみたいなところがちょっとありまして、左手の、これいずでやろうと思いつつ、なかなかできないんですよ。これでインテンポでメトロノームに合わせてっていうちょっと練習をしておけば、これ使えるんではないかなと思います。で、タムとかフロアとかでも全然できるんで、普通にこのリムがあるものであれば全然できます。これを電磁チェンはだからライドでやるんですよ。タラララララってやるんですけど、それ多分ね、ここの多分関節とかうまく使ってるんです。多分ジョジョメイヤーもこうやってやるじゃないですか。これでものすごいスピードでやる。多分この感覚にすごく近いんじゃないかなとは思うんですけど、なんかこうやって指をこするだけでなんか早く叩いてるんですが、あれちょっと方法がよくわからない。ちょっとできる人が何人かいるんですけど、なかなかこう教えてもらっても、ちょっとすごく合理的に教える人がいたらぜひ教えていただきたい。どういうふうにすればあんな動きができるのか教えていただきたいですが、これに関しては普通にこのリムショット際にこうギュッてグリップして、こうやって平行で揺するっていうふうにするとうまくいくと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。